たな、ご飯を作るのめんどくさいな。冷蔵庫の中にも何もないし、おかずになりそうなものを買いに行くのも面倒だ。お、米はあるな、炊くか。お、賞味期限がわからない卵もあるな。これは究極の卵かけご飯を作らないといけない雰囲気だぞ。それでは早速、アルティメット TKG を作っていきましょう。まず用意するのは大きめのお茶碗とお箸、そして卵を2個、これだけです。米は今炊いております。お米が炊けました。いい感じにほぐしていきましょう。水を少なくして固めに炊くと TKG に最適なご飯になります。ほぐれたらお茶碗に盛りましょう。それにしてもお米がピカピカですね。もうこの時点で美味しそうです。続いて卵を落とすポケットを作っていきます。ここで8割決まると言っても過言ではないので、丁寧に卵ポケットを作ります。袋閉じを破るときくらい集中してください。いい感じの卵ポケットができたら卵を落とします。完全なる神の一手が決まりましたね。我が人生で最高の卵落としでした。惚れ惚れします。続いて卵とご飯をなじませていきます。この時過去にあったすべての不条理を洗い流すかのように邪念を捨て去り、ただ今この瞬間にすべての鶏さんに感謝を込めてかき混ぜていきます。ここで少しでも雑念が入ると味が落ちますので注意してください。1個目の卵をなじませ終わったら2個目の卵を落としていきます。そして醤油をほんの少し入れましょう。この時あまり入れすぎてはいけません。ほんの少しです。そして全体をなじませるようにかき混ぜていきます。全体がいい感じに混ざったら醤油で味を整えましょう。完全に整いました。究極のアルティメット TKG の完成です。はあ、美しい。卵がご飯を優しく包み込み、まるできらびやかな宝石のように輝いている。これはまさしく食の宝石箱や。 TKG に余計なものはいらないのです。ご飯と卵と少しの醤油、それだけでいい。それこそが至高。料理の原点にして頂点、それがアルティメット TKG です。ではいただきます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はあ、すでにチャンネル登録してくださいましたか。ありがとうございます。励みになります。次の動画も頑張ります。ではまたお会いしましょう。